どうも、皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。はい、ということで、はい、前回のウコン君のおすすめ秋冬、はい、新作秋冬記事紹介に続き、はい、させていただきました。今回私がおすすめさせていただきたい記事を3つご用意いたしました。お願いします。はい、早速いきたいと思います。はい、はい、チェックですね。はい、グレーに茶の格子を重ねた、うん、うんうんうん、おしゃれ感じの記事ですけども、はい、まあ私グレー好きですから前回の動画でも言った通り、とりあえずはグレー入れとこうかな。そうですね、入れとかなあかんなと。先発グレー。そうですね、はい。でまあ、あの前回も言いましたけど、クラシックやっぱまだ多いんで、こういう格子柄すごくいいと思います。色使いですね。落ち着いてますもんね。そうそう、色使いも非常に落ち着いてて、その秋冬らしさ、この茶色の格子っていうのがもう出せますし、綺麗です、まあ、柄もすごくいいと思ってるんですけど、はい、こちらの記事、美秋さんの、はい、橋本恵織さんの記事なので、はい、その記事もしっかりしてますし、そういうまあ3ピースであったりダブルスーツであったりっていうのもすごく仕立て映えするかと思いますので、ぜひこちらをお勧めしたいなと。はい、ありがとうございます。なんかこういうのって成人式とかもね。あー、そうですね、いいですね。ありますよね、人気で。そうなんです。そこまで記事の在庫ございませんので、あ、これはもう完全に早い者勝ちです。はい、春国札ではい、次それこちら、はい、これもね、実は橋本恵織さんの記事なんですけれども、はい、もうさらにクラシックというか、もうこれヴィンテージ感のある色と柄とですね、はい、なんかちょっと古着チックなテイプなんか雰囲気を醸し出す。そうっすね、おじいちゃんのお下がりを着ているんじゃないかと一歩間違えば思うような記事。褒めてるのかけなしてるのか分かりませんけれども、はい、あえてこういう、うんうん、もうレトロな感じをね、いいですね、出していきたい。こういうのを着こなせる男になりたいということで、はい、こちらを選びました。でこっちよりもね、この1個目のやつより、これも同じ橋本恵織ですけど、さらになんかしっかりした感じがするんで、まあちょっと普通のスーツ飽きてきたな、なんか変わり映えせえへんなとかって思ってる人、なんかこういうね、そうですね、一風変わった感じの色柄のチェックがね、これグリーン系かな、うぐいす色みたいな。いや、そうですね、それがまさにジおじいちゃん。そう、ずおじいちゃん。そうですね。いやでも、まあ、ヴィンテージ悪い意味じゃないんですけど、それをこうレトロな感じで着こなしたいというやつです。いや、そうですね。はい、はい、最後、はい、こちら。あれ、チェックが来るんかなと思ってたんですけど、全部チェックだと思うんだじゃないですか。ああ、なるほどですね。最後は黒のシャドーストライプに赤の、はい、赤かな、エンジパープル系やね、赤じゃないな、はい、パープル系、エンジ系のピンストライプです、うん、はい、まあ普通にいいでしょう。いや、そうですね、ちょっとなんか差し色の入った、それは特に、あとは理由は特にないです。もう見た感じでときめいたい。これはいいと思ったからですね、はい、ウール 100% なので、やっぱ着心地も良きですし、はい、割と、なんていうんですかね、このシャドーストライプの大人し、シャドーストライプだとちょっとこう大人しすぎる。あ、その中にこのエンジ系のストライプ入れてきてくれた、この気遣い。
そうね、いや、ルキルキメーカーの使い方おとなしく見せつつも、みたいな、そうそう実は、みたいな黒でもちょっとひとひねり入れた感じが、私はいいかなと思いましたので、こちらを入れさせていただきます。過ぎない一着になるかなと、そうですね、思います。はい、まあ、どこでも使いやすいかなと、はい、一着でございます。はい、ということで、まあ、今回私はこの3点ご紹介させていただきましたけれども、まだまだたくさんございます、秋冬生地。はい、お店の方にも現物で一点物しかない生地なんかも飾っておりますので、展示してますので、ぜひまだ秋冬スーツの準備がお済みでない方はお店にね、はい、お越しいただければと思います。そうですね、はい、お待ちしております。はい、ということで、はい、今回は私が、おすすめする新作秋冬生地、はい、3点をご紹介させていただきました。この動画が参考になったと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。